セカンドのゴールデングラブ賞、ついに菊池から〇〇の時代になる。セカンド規定到達選手。吉川がダントツの疲労の模様。UZR すげえな。さすがに今年は決まりやろ。山田は結局一度も取れずに引退するか。全盛期の印象で今年も菊池やぞ。菊池の方が派手なプレイするから菊池一択。ゴールデングラブ賞は UZR 賞じゃないんだよ。打てて人気ないと取れません。人工芝以外振りすぎていき。中野がこんな数字悪いの意外すぎる。優勝したら多分中野になるやろ。ゴールデングラブに一番重要なのは印象やぞ。柳田が GG 常連だった時点でもう意味わからん謎の出来レース。中野の UZR ってマイナスなんか。吉川はさておき牧が菊池や中野よりいいとは思えんわ。牧って正直他のセカンドより動き悪いのになんでこんなに数値がええんや。二遊間の打球よく止めるしポジショニングはあるな間違いなく。牧はベストナイン確定やから GG ぐらい中野くんにくれてやって。菊池は範囲こそ狭くなったが捕球のうまさと送球までの速さはすごい。なんだかんだ花があるから菊池だよ。3割打ったら中野、こういう賞や。牧が GG は絶対ないよ、なぜなら体型が悪いから。守備職人ってイメージなやつしか取れません、わら。吉川が一番文句なしやと思う。